ゆっくりしていってね。さて、今回は前編に引き続き、韓国社会独特の価値観に基づく正しさの概念について解説していくことになるのだけど、ちょっとその前に前編に関係したお知らせがあるわ。前回の動画の中に、ウプ主の手抜きのせいでおかしなことになっている表現があったので、その件についてウプ主から釈明があるぜ。前回の動画の中で、竹島の日本アシカについて、あたかも日本側には落ち度がなく原因が韓国のみであるかのように受け取られる表現がありましたが、絶滅の直接的な原因が韓国なだけで、日本によるアシカ漁で数が減ったことが絶滅を誘発したことは間違いがないです。あの件で説明したかったのは、どちらに原因があるか、ではなく、韓国的価値観では相手の落ち度を指摘すれば自身の落ち度は消えてなくなる、ということで、それが彼らの正しさの担保となっているということを説明したかったわけですが、あの表現ではそういった意図が読み取りにくく、わかりにくかったです。この場を借りて訂正します。ちゃんとチェックしないからこんなことになるのよ。申し訳ない。自分の中ではあれでちゃんと説明したつもりになっていたんだけどね、見事に、つもり、だけでした。というわけです。それでは本編へ。前回は日本側が日韓の間の問題で持論を主張することが、韓国側では挑発行為と認識され、韓国側が持論を主張することは正しいことをしているという認識になるって話で終わったな。そうね。それなんだけど、前回も説明したように彼らは客観的視点というものを持っていない場合が多いのよ。それがよくわからないんだが。そうね、じゃあ実例を見てみましょうか。まずはこちらの2つの記事ね。この2つの記事では、韓国の自治体の知事や韓国政府が、日本の文部科学省が、竹島は日本の領土、ということを教科書に明記したり、外務省が日本領土である、という広報を行っていることを、日韓の関係改善を妨げる挑発行為で妄言であると批判しているわね。これなんだが、韓国も自国の領土ってことを広報しているし、教科書にも書いているよな。そっちは挑発にならないのか。韓国的な考え方ではならない、わね。彼らの中では、竹島が韓国領であると広報したり子供に教えたりする行為は正しいことをしているだけ、なので、その正しい行為と対立する日本の態度は間違った行為だから挑発であり妄言なのよ。意味がわからんぞ。だからね、韓国的価値観では本来正しさに根拠が必要なく、そしてその正しさは常に自分にあるという考え方が一般的と説明したでしょ。で、意見が対立した場合には相手の劣等性を指摘すれば自分が正しい、となると。だからこの事例の場合には、韓国人が正しいと感じていること、に対して日本側が異論を出しているから、異論自体が間違った行為、であり、それそのものが劣等性なのよ。ある種の循環論法ね。つまり、自分は正しい主張をしているから、それに対して異論を持つことそのものが間違いであり、さらにそれは劣等性の証明だから正しさの証明になっているってことか。これじゃ意思疎通自体不可能じゃないか。その通りだけど。さらに言えば、彼らはこんなこともしているわね。外国の博物館や学校などに対して、日本海を東海と表記しろ、竹島を韓国領と表記しろと主張しているの。で、これは彼らにとって正しいこと、なので日本に対する挑発にはならないと。ちなみにこのバンクって団体は、韓国政府から資金援助を受けてるからただの民間団体じゃないし、しかも構成員派大半が小学生から高校生までの子供よ。要するに、子供を使って政府が世界各国に対して自分たちの主張を受け入れろと要求する活動をしているってことか。日本政府が自国の主張を広報したり、教科書で自国領と表記するのとは比較にならん挑発行為じゃないか。客観的視点ではそうなるわね。でも、主観のみで判断する韓国的価値観では、これは正しいことをしているだけ、だから日本に対する挑発行為にはならないのよ。うーむ。
じゃあ次の事例いくわよ。まずこちらの中央日報の記事を見てほしいの。この記事では、島根県が発行した竹島問題に関する本に対し、韓国側が反論している記事なのだけど、全部にツッコミを入れていたらキリがないので、一番説明が短くて済む内容をピックアップするわね。まあ、この中央日報の記事は3ページにわたっているし、そもそも島根県の本自体百問百答だしな、仕方がないか。そういうこと。それでね、今回ピックアップするのはさっきの中央日報の記事のこの部分。これなのだけど、実は外務省の発行する竹島問題10のポイントという PDF にも同じ資料を扱った部分があるので、そっちを使って説明するわね。まず事前説明として、中央日報で説明されているマッカーサーラインとは、連合国最高司令官司令スキャッピンと呼ばれるもののうち、スキャッピン677とスキャッピン1033が関係するのだけど、外務省の竹島問題10のポイントや島根県の本でも説明されているけど、原文にはこのような正し書きがあるわ。でもさ、韓国側の記事だと、この司令以降連合軍総司令部はドクトと関連した司令をいかなる形態であれ新たに発令した事実はない。マッカーサーラインは事実上最終的なものになった。と書かれているぜ。それについてもちゃんと説明があるわよ。当時韓国側は、このスキャッピン677と1033を根拠に竹島を韓国領とすべきと主張したのだけど、アメリカのラスク極東担当国務次官補から公式に拒否され、竹島は日本領である、と回答されているの。また、1954年に韓国を訪れたグアン・フリート大使も、報告書の中で竹島はサンフランシスコ講和条約で放棄された島には含まれず、日本領である、としているわね。さらに、アメリカはスキャッピン1778で竹島を極東空軍の射爆場と規定しており、国務省がこのように韓国側に説明しているわ。ああ、要するに韓国側は資料から特定情報を抜いて反論しているってことね。でもさ、この中央日報の記事自体は民間の主張でしかないだろ。これを根拠に、韓国人は根拠を重視しない、とやるのは強引すぎないか。この中央日報の記事と全く同じ内容、韓国政府の公式ページのドクトに関する一問一答の92にもあるわよ。ちなみにさっきの射爆場の件に関連した外交文書、韓国の外交部、日本の外務省に相当、と、韓国を代表する国際法学者の一人である、ミョンジ大学キム・ミョンギ教授が、内容を改ざんして領有根拠としようとしたこともあるわね。即バレたけど。ああ、こりゃ言い訳できんな。要するに、韓国側の主張には特定情報が抜けていて、外務省にそこを突っ込まれたってことか。あ、でも今回の事例の場合は、島根県の本にそのことの説明が抜けていたって可能性もあるか。そう思えるわよね。普通はこの情報を見たらそう解釈するのは当たり前なんだけど、この件の問題の本質はそこじゃないのよ。どういうことだ？今からマリサは、韓国の信念の一部を垣間見ることになるのだけど、覚悟はいい？え、どういうことだ？創業よろしく言われるとなんか怖いんだが。まあいいぜ、どんとこいだ。同意と受け取ったわ。視聴者の皆さんも覚悟はいいわね。問題となるのは日付、よ。中央日報の記事と外務省の PDF の日付部分を拡大したのがこちら。あれ、どういうことだ。外務省発行の PDF は中央日報の記事の1年も前？それだけじゃないわ。島根県の百問百答でも外務省の内容と全く同じことが書かれているわ。ちょっと待て。じゃあ韓国は何に反論したんだ？なんだこれは。マリサ、韓国では根拠が重視されない、と前に説明したわよね。韓国は、韓国的価値観に基づいてちゃんと島根県に反論しているのよ。でも韓国の主張派アメリカの外交文書とも食い違ってるぜ。どう考えてもおかしいだろ。それは根拠を前提として正しさを判断した場合ね。韓国では根拠は正しさのおまけ程度のものでしかなく、相手の劣等性を指摘することこそ正しさの証明になるから、資料と食い違っていようとそこは重要ではないのよ。思考ロジックが異なっているとはそういうこと。ちなみにこれがあるので、
韓国では、竹島問題で日本は韓国にまともな反論ができない、と一般的に認識されているわ。あー霊夢、今日も暑いな、アイスでも食おうぜ、霊夢は何がいい？ちょっとコンビニ行って買ってくる。よし、今日は奮発してハーゲンダッツ買っちゃうぞ。マリサ、現実逃避しても無駄よ。韓国ワールドへようこそ。うわあ、なんだこれは、いつからここはホラー動画になったんだ。韓国には何が見えているんだ。これは韓国ワールドの深淵のほんの端の方よ。正しさ、というものに対する認識が全く違うからこういうことが起きるのよ。これって常識が違う、で済まされる問題か。そう解釈するしかないのよ。韓国関連ではこうした現象が頻繁に発生するし、彼らはそのことに何の疑問も感じていないしね。これ、どうやって意思の疎通すればいいんだ。無理よ。は。まずね、このスキャッピンをめぐるやりとり、いつからやってると思う？いつからって、日付を見る限り2014年か2015年頃からじゃないのか。確認できる範囲でだけど、ウプ主が日韓問題に関わり出した頃にはすでに日韓の間でこのやりとりがあったのよ。ちょっと待て、ウプ主が日韓問題に関わり出したのって2001年末頃だよな。16年近くもこの意味不明なやりとりが続いているってことか。さすがに何かしらこの件で韓国側で再反論があるんじゃないか。ないわよ。当時から韓国側の主張は一切変わってないわよ。は、そんなのどうしようもないじゃないか。どうすりゃいいんだ。韓国人に説明するのは諦めて、国際社会に対して日本側のスタンスと主張を地道に広報して、国際社会の理解を得るしかないわね。でも、そうすると韓国側は日本が友好関係を壊す挑発をしている、と認識するんだよな。そうよ。正しさ、という概念一つだけでここまで違うのか。小屋根が深いぜ。そんなわけで、今回の本編はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。ふう。今回のこれ、全くの初心者にはかなりきつくないか。そうなんだけど、これを説明しておかないと後々の動画が意味不明になっちゃうから。まあな。二人ともお疲れ。ではここでちょっとお知らせです。いろいろとコメントなどの反応を見ていると、どうも OP と ED が結構不良のようなんです。そこで、今回は ED なしバージョンをやってみて、反応などの様子を見てみることにしました。ですので今回は ED がありません。その点だけご了承ください。また来週。